バーバーショップカルテットダッパーダンス1936年の公共事業促進局のポスターバーバーショップ音楽とはバーバーショップ復活期に確立した4世が主にホモホニー的に進行するアカペラの無伴奏同性合唱の形態の一つ各セーブにはそれぞれ役割があり通常リードが主旋律を歌いテナーが主旋律より高い音で ベースが最低音でハーモニーを担当し、バリトンは和音を完成させる。主旋律は、不自然なセーブ連結を回避したり、装飾音をつけたりするときを除きテナーやバリトンに歌われることは少ない。バーバーショップの一つの特徴は非加成音により、コードが変化するスネークやスワイプと呼ばれる進行を使うことである。4世より少ないパートで歌われる箇所がある曲もある。 バーバーショップ音楽には、各セーブ一人ずつのバーバーショップカルテットと合唱に、近いバーバーショップコーラスの二つの演奏形態がある。バーバーショップハーモニーソサイティによると、バーバーショップ音楽は分かりやすい歌詞と歌いやすい、メロディを持ち、調整が明確で、メジャーコード、マイナーコード、バーバーショップの7の和音を暗示し、コード圏を中心としたコード進行をするという特徴がある。 バラードなどゆったりとした曲の場合、テンポを一定にすることはしばしば避けられ、ルバーとして演奏されることがよくある。ベース以外のセーブは、クラシック音楽のセーブと対応しない。バーバーショップのテナーは、カウンターテナーに、バリトンはヘルデンテノール、または、リリコバリトンの聖域とテナーのテシュトゥーラに、リードは、一般的に、テナーと対応する。バーバーショップは、 男性と女性の両方で演奏されるが、西部の名称はどちらであっても同じである。現代的なバーバーショップ音楽は1940年代に復活したことから始まったとされている一方、バーバーショップという分野そのものが、どのような人種、性別、地域、背景から生まれたのかについては、諸説ある。歴史的な記録や報道によると、 アフリカ系アメリカ人の若者にはカルテットで歌う強い伝統があると示されている。1882年のニューヨークエイジには黒人が劇場やコンサートホールから排除される過程でバーバーショップが身近な娯楽として発達したことが記されている。ジャズミュージシャンのルイ・アームストロングは少年時代にニューオーリンズの街角でハーモニーを作ったと語っており、 全米国人地位工場協会のジェームズ・ウェルドン・ジョンソンはバーバーショップのハーモニーを歌って育ったと語っている。バーバーズ・ミュージックという表現はサミュエル・ピープスにより17世紀のアマチュア企画を表すものとして述べられている。ブリタニカ百科事典によると19世紀のカルテットスタイルの起源は曖昧であり、おそらくバーバーズ・ミュージックに遡るか理髪点が コミュニティセンターとして働いていた時代に遡る。その後、白人のミンストレルショーの歌い手がこのスタイルを取り入れ、レコード業界の初期にレコーディングされ販売された。この頃を代表する曲には、シャインオン、ハーベストムーン、ハロー、マベビー、スウィートアデリーヌなどがある。ジョンソンは、バーバーショップが人種の壁をすでに超えたと1920年代に綴っている。 バーバーショップ音楽は1900年から1919 19年の間は非常に人気があり、その中でもザ・ハイドン・カルテット、ザ・アメリカン・カルテット、ザ・ピアーラス・カルテットは最も人気のあるカルテットだった。近代的なバーバーショップ・カルテットは、カンカンボーや縦縞のベストといった昔の派手なボードビルの衣装を着る。スコット・ジョプリンは1911年のオペラ、 トリーマネチアにバーバーショップカルテットを盛り込んだ。バーバーショップスタイルは1920年代に徐々に渦漏れていくが、バーバーショップのハーモニーはゴスペルにはっきり残っていた。現代のバーバーショップ音楽は、カルテットやバーバーショップコードの使用など1900年前後の音楽の特徴を有するが、研究者の中には1940年代にバーバーショップハーモニーソサイティが、 コンテストのシステムとルールを定めていく過程で効果的に作成された、作られた伝統だと主張している者も,もいる。アカペラの復活は1938年頃、ONC キャッシュという税理士がラジオの脅威から芸術を守ろうとした時に行われた。彼は、オクラホマ州のタルサ出身の投資銀行カルパート、アイホール、ボースから支援を得た。キャッシュは、 カルテットのアカペラが衰退するのを激しく嫌っていた。キャッシュの考えに何千人もの人々がすぐに応え、その年に SPEBSQSA として知られる Society for the Preservation and Incarnation of Barbershop Carpet Singing in America が立ち上がった。そのグループは活動の初期に Barbershop Harmony Society という新たな名称を採用した。 法律上の名称は変わっていないが、正式ブランド名は2004年にバーバーシャップ、ハーモニーソサイティに変更された。サタデイイブニングポストの1936年9月26日付の、表紙のシャープハーモニーというノーマンロックウェルの絵には、理髪師と3人の客がアカペラを歌って楽しむ様子が描かれている。この絵は、スペブスキサのプロモーションとして採用された。 スイート・アデラインズ・インターナショナルのバーバーショップコーラスで最高記録を持つロニングショー伝統的にバーバーショップはカルテットでもコーラスでも男性と女性の両方に使われるスイート・アデラインズ・インターナショナルは世界的にハーモニー・インク・ワキタ・アメリカで活動する女性のバーバーショップの団体である他にはイギリスのザレディース・アソシエーション・オブ・バーバーショップ・シンガーズ スペインのザ・スパニッシュ・アソシエーション・オブ・バーバー・シャップ・シンガーズ、アイルランドのザ・イリッシュ・アソシエーション・オブ・バーバー・シャップ・シンガーズがある。バーバー・シャップ・ハーモニー・ソサイティは、以下の12曲をポルキャットとして指定しており、全メンバーにレパートリーとして歌えるよう推奨している。すべて有名で伝統的なバーバー・ショップの曲である。 バーバーシャップハーモニーソサイティは2015年5月28日、ポルキャットとする曲に以下の曲を追加した。他の有名な曲には以下のようなものがある。これらの伝統的な曲が一定の役割を持っている。一方、バーバーショップ音楽には最近の曲もある。ほとんどの音楽はバーバーショップスタイルに編曲でき、バーバーショップのコード進行を取り入れた編曲ができる人は多い。 現代のバーバーショップカルテットやコーラスには多種多様の前時代のレパートリーがある。ーチューン、ポップス、さらにはロックまでもがバーバーショップスタイルに編曲されており、バーバーショップは若者にとってより魅力的になっている。ありがとうございます。